登山者にとって山小屋は安全と安心をくれる場所。大自然の中に泊まることで、そこに集う人たちとのかけがえのない時間やぬくもりを分かち合うことができる場所です。そんな山小屋には今日も登山者が集い、新しい物語が生まれます。 Find Your Colors インター FM 山小屋ストーリーズ。おはようございます、矢部花江です。今日から始まりました山小屋ストーリーズ。この番組は山と自然に関するコンテンツを出版配信する山と渓谷社と一緒にお届けしていきます。これから毎週日曜日のこの時間は、登山者の宿泊休憩場所である山小屋にまつわる物語を、そこで働く方々に伺っていきます。第1回の今日は初めましての方もたくさんいらっしゃると思いますので、私矢部花江の自己紹介、そして山小屋ストーリーお話しさせていただきたいと思います。8時までの30分間どうぞお付き合いください。山小屋ストーリーズ、改めまして矢部花江です。私矢部花江がインター FM で単独でレギュラー番組を担当するのは今回が初めてです。どうぞよろしくお願いします。インター FM の新たなブランドステートメントが Find Your Colors ということなんですが、山もね、さまざまな個性、山小屋にもさまざまな個性があります。そこに集う人たちのバックグラウンド、そして考え方も多岐にわたります。リスナーのあなたが、この人の生き方が好きだな、こんな考え方いいなと思える、そんな色を一緒に探していけたら嬉しいです。私矢部花江は普段、ラジオパーソナリティ、ナレーター、そしてエッセイストの仕事をしています。山は高校生の頃からロッククライミングにハマったことをきっかけに、高い山にも登るようになったりして、すごく好きです。ずっと大事にしている趣味でありながら、まあ1年に1回ぐらいは高い2000メートル超え、3000メートル級の山に登るっていうのが、毎年の習慣になっています。最初に泊まった山小屋というのを、この番組がスタートするので考えて思い起こしてみたんですけれども、高校生の時でした。高校生のゴールデンウィークですね、5月の初めに奥穂高岳に登ってみようということで、山岳ガイドの方というかクライミングを教わっていた師匠に連れて行っていただきました。その時、唐沢小屋というところに泊まりました。上高地、長野に入って、そこから8時間ぐらい歩いたところに出てくる小屋なんですけれども、あんまり小屋のなんか印象とか小屋の人たちの印象があるというよりは、もうクタクタになってたどり着いて、やっと屋根がある場所でのんびりできる、靴を脱げる、そしてその時まだ雪が深かったので、アイゼンとかこう脱げる、楽になれると思って入ったら、客室というかみんなが寝泊まりする場所が、あまりに隣の人との布団が近いことに驚きました。初めての経験だったので、うわあ、こんな中で寝るのかなんて思いながら、緊張して隣の人に失礼しますなんて言いながら荷物整理を始めたんです。そしたら、私がお世話になってたその師匠が、ちょっと花江ちゃん、呼び出されました。注意を受けたんですけど、何の注意かというと、私がザックの中に下着だとか食べ物だとかそれぞれをこう入れていたのがビニール袋だったんです。それがものすごくカシャカシャカシャという大きな音が出るビニール袋で、その音がもう周りの人を起こすぐらい、寝てる人が起きてしまうぐらい大きな音だから、やめなさいと師匠から注意を受けまして、でそこでフリーザーパックを渡されました。フリーザーパックみたいにこう音のしない素材だったら、この中に荷物を分けたりとかすれば楽に荷物の仕分けも
そして前の人を起こさないで音を立てないで整理もできるからと言われたんですね。まあもう自分の荷物の音なんて気にしたこともなかったし、寝てる人が起きちゃうということがどれだけ迷惑なのかということも考えたこともなかったんです。師匠曰く、明日もう夜明け前に出発をしようとしている方が、もし私が立てた物音で目を覚ましてしまって、その後寝れなくなって睡眠不足になって、そしてそれが事故につながってしまったら責任取れんのかと。いやもう責任も何もそこまで想像もしてなかったので、あ、何がどこにつながるのか、どんな人の迷惑に、あるいは逆に人とのこう共有できる情報にもなるのか、何も右も左もわからないのはこういうことかと思いました。でまあその後あの荷物整理もね、フリーザーバッグに詰め替えて、で隣の人と随分近いななんて思いながら寝ようと思ったら、あら、あなた若いわね、高校生、どこから来たの、とか、明日はどこに登るのって言われて、奥穂ですって言ったら、あ、結構岩がまだ凍ってるとこあるみたいよって、その情報も教えてくださったり、おすすめの山での行動食というんですけど、おやつ、あんまり口の水分持っていかれるようなあなたが持ってるパサパサ系のものではなく、こうしっとり系のものの方がいいのよなんて隣の女性の方が教えてくださったりして、それだけ近い距離で寝るということが窮屈なのかと思いきや、あ、こんな交流とか会話が生まれるんだっていう、その温かみをすごく感じたのが印象的でした。山小屋っていうのは本当にあのホテルとか旅館と違って、チェックインチェックアウトの時間が早めです。夜10時まで遊んでたんで遅くなっちゃいました、着くのがみたいなことも絶対山ではありえないので、あの就寝が8時とか、まあ9時とか7時半の場所もあるんでしょうかね、全国的に見れば、まあ大体それぐらいの時間なので、あの到着も夕方だったりします。でお風呂なしの場所が圧倒的に多いです。高校生の頃は私は何も気にせず、そのままバッと寝て、そのまままたバッと起きてっていう感じでしたけど、大人になってからまあウェットシートとかで体を拭いたりとかしています。そしてやっぱり周りの方々といろんな情報共有するのが当たり前で、登山道だけでもね、こんにちはってすれ違う時に人と挨拶するのがありますけども、山小屋でも隣の方となんとなく、あ、このルートここがちょっと滑りやすかったですとか、天気こんなんでしたあっちはとか、そういう話をするのが重要であり、なんか温かみがあると私はなんか感じています。山小屋ストーリーズ、山小屋ストーリーズ、矢部花江がお送りしています。山小屋のイメージ膨らんできたでしょうか、どうでしょうか。まあただ宿泊するだけじゃなくて、あのやっぱり登山者同士、あと山小屋の方との交流なんかあったりして、すごく人のぬくもりを感じる場所です。そうそう、私がこれまでに宿泊した山小屋でとても印象深いのは、高校3年生の時に、富士山に素走りコースで登ったんですけれども、太陽館という3000メートル近くあるところにある小屋に泊まりました。まあ初めての富士山で、もう明日登頂だ、早く寝なきゃと思って布団を夜かぶったら、なんかどんどんね、客室から外に人々が出ていくんですよ。見た？見た？って言ってるのが聞こえて、まあ気になるじゃないですか。私も一緒に来ていた友人たちとちょっと外に出てみました。そしたら太陽館から麓の方の湖で行われていた花火大会の花火が見えたんですよ。で太陽館3000メートル近くあります。花火を見下ろす形になりました。で普段花火ってなんかこう平面に見えるじゃないですか。上から見たらね、ものすごい球体でパッパッと、大きさとしてはだいたい線香花火ぐらいの大きさですかね。でもう一つ面白かったのは、こう
て開いてるのが見えるんだけど音は聞こえないんです。ドーンどころかパーンどころか本当に無音で、3000メートル近くある太陽館まで音は届かないんだけど、その花火の光は届いて見える。それが不思議でね。でそれを周りの登山者同士で、こんな花火初めて見たねって言い合いながら、それを狙ってきた方は誰もいなかったんですよね。本当に偶然で花火を見下ろす、これはそうですね、10年以上前の思い出なんですけど、今でもすっごくやっぱ特別な思い出です。その見下ろす楽しみといってもう一つありまして、北アルプスに位置する奥穂高に登った時、これは大学生大人になってからだったかな、あの穂高岳山荘という3000メートル近く、これまたあるところに泊まりました。岐阜県と長野県の県境の場所ですけども、そこからねちょうど6、700メートル下に唐沢というところがあって、そこヒュッテとか小屋とかテント場とかあったりして、上から見下ろしたところに夜になるとこうテントがブワーッといっぱい並んでるので、その真っ暗な中でテント明かりが見えるんですよ。でどんな風に見えるかっていうと、青いテントは青い光がこう下に浮かんで見えて、緑のテントは緑色の光、オレンジ黄色赤なんかあったりして、なんかね高いところから下見下ろしたらまるでサーカスが行われてるみたいな。で一個一個の明かりの中に人が今こう何か食べてたりとか、明日登るルートの地図を確認してたり、あるいはもうすぐ寝る支度をしてるのかなみたいなことを想像すると、その明かりがあったかいんですよ、すっごく。で天気のいい時だったりすると、下はそのサーカスのような人の明かりがあって、上を見上げると今度は星空があってっていう、下は人の暖かさ、上は空はキラキラ、キラキラとギラギラの間ぐらいですね。もうその明かりの違いがすごく好きなんですよ。奥穂なんか行くと、穂高岳山荘に泊まると空がすごく近いので、天井がキラキラしてるのがなんかものすごい幸せな感じがします。星に本当に手が届きそうとはあのことかなって思うような、そんな夜もありました。だいたいね夕飯食べ終わって歯磨きをするときに外に出てみたりとかすると、そういう星空と下のテント場の明かりをこう合わせて見ることができます。そういう時に周りの方と、あそこ見てみ、あここにこれが見える、なんていう風に言って、あの会話するのも楽しいんです。で一回ね穂高岳山荘ですっごい太い流れ星を見たんです。ヒュンじゃなくてビュンと走る、今の何隕石が来るかと思ったっていう風に言ったら、他の登山者が一緒に見上げてた人が火球って言うんだよって教えてくれました。火の、玉と書いて火球、あの流れ星の中でもいろんな種類あるんですよね。そんな星座の話だったり流れ星の種類の話だったり、みんな教えてくれるんですよ登山者の方。やっぱ夜空山小屋から見るのはまた特別だなというふうに思います。ということで、私にとっての山小屋、幸せな偶然に満ちた場所だと思います。その偶然一個一個ねすごく丁寧に味わって、ずっと印象に残り続ける大切な記憶になっていくので、その偶然に出会いに山小屋に行くというのが私は大好きです。毎日いろんな物語が生まれる山小屋へ、ぜひ皆さんにも訪れてほしいなと思います。あの本格的な山登りをしなくても、宿泊しなくても、日帰りで手軽に登山を楽しめるコースで山小屋を訪ねてみるのもいいのではないでしょうか。それができる場所あります。麦草ヒュッテだったり、白駒荘、これ北八ヶ岳ですね、とか、あと上高地という長野のところで、こういろんな槍ヶ岳だったり穂高連峰、いろんなところへ行くスタート地点として有名ですけれども、その上高地で歩いて本当に2時間ぐらいでしょうか、
徳沢園というところに私は泊まったことがありました。でそこだったら体力自信ない方でも来られるし、それでもいろんな人が通る小屋ではあるので、例えばもう4日5日ぐらい3000メーター級のとこいろんなところを縦走してきましたっていうすごい大荷物の人が最後疲れてここでご褒美が欲しくて泊まりに来たっていう風にいらしてたり、荷物の量がねまず登山者によって様々なのがめちゃくちゃ面白くって、テントを持って泊まりに来てる人もいれば日帰りザックの方もいたりで、ご飯ももちろん美味しいし水は綺麗だし空気は綺麗だし、で上高地って場所は猿がたくさんいるんですよね。だから割と麓の方なんて言ったって山は山です。ものすごくこう大きい段差があって、そこをよいしょと登るようなところまでは行かないですけれども、あの自然を感じます。そういう日帰りあるいは高いところまで行かなくても初心者でも泊まれる山小屋というのもたくさんあります。コーヒーとケーキをいただいて帰るなんていうこともできます。ぜひ行ってみてください。山小屋ストーリーズ、矢部花江がお送りしてきました山小屋ストーリーズ。山小屋の魅力まだまだお話したいことがねたくさんあります。話しながらねもっともっといろんなことを思い出します。周りの方でもある山で一緒にお昼を食べた人を違う山の山頂でばったりなんか再会したっていう話もあったり、結構ね山っていろんな偶然に満ちてたり、あの印象深い出来事はたくさんあるんです。なのであの今後ともね皆さんにそのお話をたくさんお届けしていきたいと思いますし、山小屋の方々に伺っていきたいと思います。今日の放送を聞いて山小屋に泊まってみたいなと思われた方、新型コロナウイルス対策で通常とは違う営業形態となっている可能性があります。登山前に必ず電話やウェブサイトでの、あの最新の情報のチェックを行ってください。さて来週からは山小屋で働く方々にお話を伺っていく予定です。皆さん一緒に楽しんでいきましょう。さあ番組では皆さんの好きな山、行ってみたい山小屋、そして山小屋に関する疑問など受け付けています。どんどんお寄せください。メッセージはインター FM のホームページからお送りください。そして大和渓谷社からのお知らせです。大和渓谷社から出ている登山雑誌大和渓谷の最新号2022年4月号が現在発売中です。特集は知って歩こう日本アルプス自然史ガイド。人気エリアの日本アルプス、この日本アルプスの成り立ちや植物、生き物、そして地形の特徴などを深掘りして紹介しています。皆さんぜひお手に取ってみてください。山小屋ストーリーズ、来週も聞いてくださいね。お相手は矢部花江でした。